どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、とうとうやってきましたね。こちらね、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスクレジットカードなんですけども、こちらはですね、年会費永久無料キャンペーンですね、開始になりました。ということで、このキャンペーンですね、待ちわびてた方、かなりいらっしゃるのではないのかなというふうに思いますので、このキャンペーンの解説ね、やっていきたいと思います。こちらのセゾンゴールドアメリカンエクスプレスクレジットカードなんですけども、こちらはですね、 JAL マイルを貯めるメインカードにもなるねクレジットカードということで、本当にね、最大還元率を求めると JAL マイルの還元率が 1.625% ということで、まあこれはですね、 au pay プリペイドとかねかまさなきゃいけないんでちょっと大変なんですけども、普通にねやったとしても 1.125 セゾンクラッセっていうね、セゾンのスコアをね最大まで上げると最大 1.375% ということで、かなりね JAL マイルを貯めるメインカードとしてもですね、おすすめのクレジットカードなんですよね。ということで、今回ねこのクレジットカードはですね、年会費永年無料キャンペーンというのが来ておりますので、気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスの基本スペックからなんですけども、こちらねちょっと私の方でまとめさせていただきました。年会費がですね、初年度無料、2年目以降が1万円プラス税金がかかるクレジットカードっていう風になります。で、この1万円のね年会費2年目以降ですね、こちらが一応ね年会費優遇キャンペーンなんですけども、こちらでね無料で利用することができます。で、基本還元率が 0.75% という風になっておりまして、貯まるポイントは永久不滅ポイントがね貯まるクレジットカードというふうになります。で、このセゾンゴールドアメリカンエクスプレスクレジットカードっていうのは、セゾンマイルクラブっていうね、年間4000円プラス税金をね、支払うと加入することができてですね、こちらに加入するとですね、JAL マイルの還元率が 1.125% っていうふうになるんですよね。で、これにですね、JAL マイル最大還元率ということで、セゾンクラッセの最高スコアをね、獲得すると、最大還元率がですね、1.375% っていった形になります。これを組んでですね、au pay プリペイドをね、組み合わせると、最大還元率さらに上がって 1.625% までね、上げることができます。で、旅行保険なんですけども、充実しております。こちらちょっと後で解説させていただきます。でですね、ちょっと今はね、あんまり需要がないかもしれないんですけども、手荷物宅配サービスということで、海外旅行のね帰国時にですね、空港から自宅までですね、手荷物をですね無料で1個ね配送してくれるサービスなんですけども、こちら羽田、成田、関空、中部がね利用することができるっていった形になります。で、このねセゾンアメックスゴールドアメリカンエクスプレスカードで年会費永年無料でねこちら持てるということで、この羽田空港が利用できるっていうのはですね、かなりいいポイントなんですよね。ちょっと今は海外に行けないですけども、SPG アメックスとかね、ありますよね。まあこちらとかですね、羽田空港対象じゃないんですよね。まあ私もね、SPG アメックスね、保有した当初ね、羽田空港ではカッパチをね、書いたわけなんですけども、ドヤ顔でね、SPG アメックスね、手荷物宅配サービスのところで出したらですね、このカードはね、対象外ですって言われて、結構ね、恥ずかしい思いをしたんですけども、その代替としてですね、MI カードゴールドプラスであったり、またね、このセゾンアメックス、ゴールドクレジットカードね利用させていただいてたわけなんですけども、このね特典がねかなりおすすめポイントです。まあちょっとね今利用することができないので微妙だなって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、この点はね覚えておいてください。またですね、空港ラウンジですね、ゴールドカードということで空港にあるクレジットカードラウンジをね利用することができます。またですね、こちらも海外旅行の話になってしまうんですけども、プライオリティパスってありますよね。空港のラウンジサービスで今年の初めでしたっけ、 ANA ラウンジがね今プライオリティパスで利用することができるっていった形になっておりますけども、このプライオリティパスがですねプラス1万円と税金でですね、プレステージ会員ということで年間何回でもね入れる会員にですねなることができるっていった形になるんですよね。まあ本来このクレジットカードは年会費1万円のクレジットカード、まあ2年目以降ですけどもね、クレジットカードなんですけども、それが今回ね年会費無料になるということで、1万円でですねプライオリティパス、プレステージ会員がね利用することができるということで、楽天プレミアムカードありますよね、あちらと結構ねこのプライオリティパスといえばっていう感じで利用される方ね多いかなというふうに思うわけなんですけども、今回ね
このキャンペーンで年会費がね並んだっていう風になりますので、このクレジットカードはですね手荷物宅配サービスもね優遇されておりますし、またね JAL マイルを貯めるメインカードにもなるという風になりますし、またね海外旅行向けも、ね、かなり強いクレジットカードっていう風になりますので、個人的にはねここもおすすめポイントっていった形になります。またですねその他ですねアメリカンエクスプレスコネクトっていうね、こちらはアメリカンエクスプレスのね国際ブランドだと利用できるサービスなんですけども、昨年もねあったキャンペーンなんですけども 30% オフとかねキャンペーンあったんですよね。で今年もねあったはずなんですよ、7月の中旬ぐらいから。残念ながらですねこの世の中の状況で延期になってしまったんですよね。ですので多分またあると思うんですけども、こちらはねこのセザーアメックスゴールドクレジットカードでも利用することができるっていった形になります。またね発行元はセゾンカードっていう風になります。でですね海外旅行保険についてなんですけども、こちらね2021年の7月1日からですね、昔はですねこのセゾンアメックスゴールドクレジットカードっていうのは海外旅行保険、まあ旅行保険すごい強いクレジットカードで、海外旅行保険ね自動付帯だったんですよね。だから持っているだけで保険が受けられるクレジットカードだったわけなんですけども、今年の7月1日からですね利用付帯に、まあ、解約っていった形になったんですよね。まあ利用付帯にはねなったわけなんですけども、こんな感じになっておりまして、死亡後遺症障害本会員5000万円家族会員1000万円っていった形で、こちらですね本会員っていうのが私が保有しているは私ですよね。で家族会員っていうのが妻だったり子供だったりするわけなんですけども、こういった感じでですね本会員家族会員ね両方にこちらね保険適用になるっていった形になるんですよね。またね項目ね見ていただきたいんですけども、手荷物遅延だったり手荷物紛失だったり、またね出発遅延乗り継ぎ遅延ということで、旅行保険ねかなり強いクレジットカードっていう風になるんですよね。まあ以前はねこれが自動付帯だったということでかなりねすごかったわけなんですけども、7月1日よりですね利用付帯ということで利用していただくとこの保険がね受けられるっていった形になります。まあね利用付帯になりましたけども、未だにですねこの充実している部分はね変わらないかなっていうふうに思いますので、個人的にはねかなりおすすめポイントの一つだなと思います。まあこんな感じのですねセゾンゴールドアメリカンエクスプレスクレジットカードなんですけども、まあ本当にねクレジットカードの特典としてはねかなり多いクレジットカードっていう風になりますので、このクレジットカードがですね年会費、まあ、永久無料になるっていうのはね、まあキャンペーンが終わらない限りですねずっと無料になるわけなんですけども、なんでこのクレジットカードねこのキャンペーンあるんだろうなっていう風に思っておりまして、今回のキャンペーンがですね8月2日からね始まったわけなんですけども、前回が2019年の4月にねこのキャンペーンがあって、その半年後か、まあ、年内ぐらいだったかなにあったんですよね。だから2019年の時には2回あったんですよね、この年会費優遇しますっていうこのキャンペーンがですね。で私はその2回目の時にね滑り込みで確か入ったはずなんですけども、今回ね2年後にねまた再開ということで、いやかなりすごいですよね。ということで、キャンペーンの詳細ねいきたいなというふうに思うんですけども、キャンペーン期間がですね2021年の8月2日から2021年の9月の30日17時申し込み分までっていう風になります。で今回のねキャンペーン対象者はですねセゾンクラスで星4つ以上の方ということで、これねちょっと後でまた解説させていただきます。でキャンペーンの特典としてセゾンゴールドアメリカンエクスプレジットカードの年会費優遇キャンペーンということで、こちらのキャンペーンはですねもともと初年度年会費無料で、2年目以降は1万円プラス税金がかかるクレジットカードなんですけども、この2年目以降のですねこのキャンペーンね適用すると年1回ね利用していただければ、その翌年のね年会費も無料にするっていった形になります。でこちらねキャンペーンのトップを見てね、私も最初永久じゃないのかなっていうふうに思ってたんですけども、キャンペーン申し込んでこの優遇を受けるとですねクレジットカード決済を使ったら翌年無料になって、その翌年にまたクレジットカード使えばその翌年がまた無料になるっていった形になりますんで、このキャンペーンが終了しない限りはですね永久ね年会費無料で利用することができるっていった形になります。それでは次にですね、今回のキャンペーンはセゾンクラッセの星4つ以上の方が対象ということで、セゾンクラッセ星4つ以上って何ですかっていう感じだと思うんですけども、まずですねセゾンクラッセっていうのがセゾンのねスマートフォンアプリにあるんですよね。ちょっとねここら辺に画面出しておきますね。今ねトップ画面にセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードが表示されていると思うん
んですけども、まずこのセゾンクラッセっていうのは、この真ん中のね下のペンギンくん、これペントスくんっていう名前なんですけども、ペントスくんを押すとですね、あなたのスコアということで、私の場合は699スコアっていうのが記載されておりますよね。でこちらのスコアっていうねところのハテナマークを押すと、クラスがね分かれておりますよね、スコアによって。で私は699ということで、私星4つなんですよね。で今回のキャンペーンが適用されるのは、まさにこの星4つ以上ね獲得している方がこのキャンペーンのね対象になるっていう形になるんですよね。まあ私はねもう以前のキャンペーンでこちらもう申し込んでおりますので、もう年会費優遇のね適用は受けているわけなんですけども、今回ね私もキャンペーンに入ってるっていった形になります。でこのセゾンクラス4にねなっている方であればですね、このペントス君が今お祭り姿をしておりますけども、その下にですね年会費優遇っていうのがあると思いますので、そちらをクリックしていただきます。そうするとセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカード年会費優遇特典ということで、こちらのキャンペーンがですね表示されるっていった形になります。で詳しくはこちらっていうところをね押していただくと、こちらねキャンペーン申し込むことができるっていった形になるんですよね。まあ、申し込み方法はですね、こんな感じで申し込んでいただければ、今回のねキャンペーンが適用されて年会費優遇が受けられるっていった形になります。でですね、このセゾンクラッセの星4つですね、簡単に獲得できるのかっていう話がね、まあ皆さん気になるところだと思うんですけども、こちらはですね、まあ保証はねできないわけなんですけども、かなりハードルはね低いと思います。というのもですね、私はセゾンカードね結構持ってるんですよね。セゾンゴールドアメリカンエクスプレス、あとセゾンパール、JQ セゾンも持ってますし、ANA ミズホマイレージセゾンも持ってますし、何かプリンスホテルのあれもセゾンカードだったと思うんで、全部で5枚か6枚ぐらいねクレジットカード持っているわけなんですけども、まあどれもねメインカードじゃないんですよね。はい、ということで年間の決済額もまあおそらくですね5000円もいかないと思うんですよね。まあクレジットカードヒステリーっていうねクレジットを傷つけないために、まあ定期的にですねアマゾンギフト券購入したりですねしてるわけなんですけども、本当にそれぐらいしかしてないんですよね。それ以外には本当にキャンペーンに乗って利用するみたいな、まあそのぐらいしか利用してないんで、ほとんどの月のね請求額は0円なんですよね。にもかかわらず私はね星4つをね維持しているっていう風になりますんで、まあおそらくですねセゾンゴールドアメリカンエクスプレスクレジットカードね発行されればね星4つっていうのはね簡単に達成できるかなっていう風に思いますので、このセゾンクラッセのスコアの上げ方っていうのは公式サイトにね記載がないんですよね。こうしたら上がりますよみたいな、なんでアンケートとかね本人情報みたいな、まあそういったことをね入力していく、まあこれしかないんですよね。それ以外にはもうメインカードとして使っていくみたいな、まあそれしかねスコア上げる方法っていうのはないっていった形になりますので、まあとはいえですね私みたいにですね全然使ってなくてもスコア4をね維持できるっていった形になりますんで、かなりねハードルは低いのではないのかなと思います。それでは次にですね、今回ね年会費優遇で申し込みされたい方ねかなり多いかなっていうふうに思うんですけども、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスクレジットカードを保有している方、またねセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードを保有してない方、まあこちら対象になるのかっていう話なんですけども、どちらの方も対象になります。まずですね保有している方はですね、先ほどセゾンポーダーのねアプリ開いていただいたと思うんですけども、セゾンアメリカンエクスプレスゴールドクレジットカードね現時点で保有されている方は今回の年会費優遇キャンペーンね申し込み期間っていうのが決められております。こちらね注意してください。保有している方はですね申し込み期間が8月の16日から31日、またね9月の15日から9月の30日17時までということで、期間がね決まっているというふうになりますんで、こちらはね注意してください。こちらねこれ以外の期間に申し込みされたらどうなるのかっていうねデメリットは記載がないのでどうなるかわからないわけなんですけども、まあひとまずね公式サイトにこういうように記載がねありますので、保有されている方はこの期間内にね申し込みしていただければなというふうに
思います。で次にですね、現時点で保有されてない方はね、今から申し込んでキャンペーン対象 OK なのかっていう話なんですけども、こちらについてはですね、セゾンのデスクにね確認取りまして OK ねいただいておりますので、もしね今回のキャンペーンで乗ってね年会費優遇ね受けられたいっていう方はですね、今すぐね申し込みねしていただければなと思います。まあ今すぐっていうのはね、まあちょっと言い過ぎかもしれないんですけども、まあこのキャンペーンね9月30日までやっておりますので、まあそれまでにですね、このセゾンクラスへのスコアを4まで上げなきゃいけないので、まあ発行してね4まで上がればいいんですけども、そうじゃないとですね、ある程度ねメインカードに一定期間でもねしなきゃいけないかなっていうふうに思いますので、個人的にはですね早めにね申し込まれた方がいいのではないのかなと思います。またですね、2021年8月3日現在ですね、セゾンゴールドアメリカンエキスプレスクレジットカードのポイントサイトの案件はですねないんですよね。ちょっと前まではですねずっとねあったわけなんですけども、やはりこのキャンペーンがあるのでポイントサイトの案件としては出ていないのかなっていうふうに思います。一応ね私の紹介 URL ね、概要欄にね貼っておきますので、そちらから入会していただくと入会後翌々月末までに10万円ということで、まあハードルがね結構高いですよね、10万ということで。まあこちら利用できる方であればですね、 Amazon ギフト券ね1万円分もらえることがねできるっていった形になりますので、まあこのハードル余裕だよっていう方であればですね、一応概要欄に載せておきますので利用ねしてみていただければなと思います。ということで今回ですね、セゾンゴールドアメリカンエキスプレシットカードの年会費優遇キャンペーンということで解説ねやらせていただきましたけども、いや本当にねやっと来てくれたなっていう感じですよね。おそらくねかなり待ってた方ねいらっしゃるかなというふうに思いますので、この機会にねぜひね申し込みしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本当にね、本当にこのキャンペーンよく来ましたよね。こんな世の中の状況でね、もうこのキャンペーン来ないんじゃないかなと思ってたんですけど、いや、本当にね、びっくりですね。皆さんね、この機会にね、ぜひ申し込みね、しておきましょう。今後ね、海外旅行行けるときにね、やっぱりね、この海外旅行保険もそうですけども、手荷物宅配サービスですね。本当にね、羽田空港で利用できるっていうのは本当にね、いいんですよね。はい。ですんで、かなりおすすめとなっております。じゃあちょっとね、雑談入れちゃいましたけど、さよなら。